私と弟、それぞれ、実家から、徒歩数分の所で、一人暮らしをしてるんだけど、どちらも、たまに実家でご飯食べてる。今日休みで、昼に、LINE の話の流れでお腹すいた。何もないから昼ご飯ワッフルか。って送ったら何も買ってないの？自立しろと返された。まあ、その時は気にしてなかったんだけど。そのすぐ後に物を運ぶために実家に行ったら、弟がご飯食べてた。弟はいいの？と聞いたら、たまたまおかずがあったからと言ってたけど、聞いたら、午前中、私と LINE する前に、弟から、昼ご飯そっちで食べる、OK。というやり取りをしていた。もやもや。少しは、お怒りになられてもよろしいかと思いますよ。もやもやを抱えたままよりは、怒ると、ああうるさいもう言いになるから、弟はいいの？だけしか言えなかった。後悔。かまってちゃんに読み取れたのかもな。ああ書けばご飯食べに来る？と実家が言ってくれると思っているのか甘えるな。みたいな。弟は、素直に、腹減ったなんかくれと言ったからセーフだったとか。ああそれもあるかもしれない。前も、弟だけ海鮮丼ぶり食べさせてたことに腹立ってたけど、食べに行く確定事項の方がいいのかもね。実家を頼らないという選択肢はないんだな。手土産は欠かすなよ。弟も、同じように自分で生活してるなら別にいいんですよ。最近は、あんまりだけど、お祝いとか、たまに、週末に実家で食べることになってるけど、基本自分だからね。本人も弟も、いつまで母親に子育てさせ続けるつもりなんだろうなとしか思わんかったな。本人が、兄姉どっちか知らんけど、自分も自立してるんだから、お前も早く自立しろと言える存在になる気はないん？母に世話される弟なのは、これからもずっと続く。遠い未来の介護任せたつもりで、今のうちに高飛びして縁薄くしておくのをおすすめ。うっかり側にいたままだと、老いた親がすがりついてくるしていまで帰省しに来そう。私も弟も、たまに実家に突撃夕ご飯するけど、そんなこと言われたことない。むしろ、まともなものを食べてるか心配されて、食べにおいでって言われる。弟は、自転車の組み立てだのいらなくなった家具の処分だの手伝ってあげてるらしいし、私ももらったおかずが入ってたタッパーに、代わりのおかずを入れて返しに行くので、多分、実家とは、ウィンウィンの関係だわ。861は、実家に、何かお返しはしているの？弟はどんな感じなんだろう。我が子でも、扱いに差をつけるのは親あるあるだと思う。要は、今まで、どんな関係を構築してるかだし、我が家の場合、妹は実家によると、鬱陶しがられてるっぽい、散々託児していいように利用したから、弟がひいきされてて面白くないってのは伝わってきたけど、それは、弟が親に可愛がられるように振る舞ってるからだろう。自分も親に心配してもらいたいなら、そうしてもらえるよう、普段から関係、構築していればよかったんだよ。861の場合、特に作詞子だの愛玩子だのといった印象は受けないから、普段親とは、ドライな付き合いをしてるのかなって思った。だから、ドライな態度で返されるんじゃないかな。案外お互い様だったりして、前すれで、親に、LINE の話の流れでお腹すいたから家にワッフルしかないって送ったら、自立しろと返事が来て、その後用事があって実家に行ったら、弟は普通に、ご飯食べさせてもらってたと書き込んだものです。皆さんのレスを読み、私も精神的に自立していないのだというご指摘は、ごもっともだと思います。その幼稚な精神の延長でいい年して兄弟に嫉妬しているのだと思います。私は、もう自立し、ロジッカでは、食べるな宣言をされましたが、弟は、毎晩実家で食べていることが分かりました。一人暮らしで、自分で食事をするのは当たり前ですが、やるせない気持ちになりました。弟とルームシェアしていた時期があったのですが、弟は、家事をやらず、私が文句を言うと、文句ばかりで性格が悪い、やってあげればいいじゃないと言われました。その時もですが、今回のこともあり、弟に対してきつく当たってしまいますが、そうすると、
私が悪者になるので悪循環です。母の日や誕生日プレゼントあげてるのは私だけなのにな。全文読むと、皆さんのレスを読み、私も精神的に自立していないのだというご指摘は、ごもっともだと思います。この一行が何の意味もなさない棒読みに見えてくるほどに、ぐだぐだ言ってる内容が前回と同じニュアンスで草。今度から食費かさむからプレゼントあげなくていいんじゃない？そうですね。マザコンなんです。でも、もうあげても好きになってもらえないですよね。すみません。解決策もないただの愚痴なので勢いで書き込んでしまいました。その後も別に広がらない話だと思いますが、また愚痴るときはそちらに書きます。